こんにちは。お変わりございませんか。本日は6月4日、緊急事態宣言が20日まで延長されましたので、本日も YouTube 配信とさせていただいています。まあ、6月4日というのは、まあ、虫歯予防デーということなんですけれども、まあ、今この緊急事態で大変な中、菅首相のですね、この日々の動向というのが記事にありますけれど、ここ1ヶ月の間にですね、歯医者さんに頻繁に通っていらっしゃるという記録があるそうです。随分いろんなことで大変だろうなと、ストレスもあるんだろうなと思います。本日のテーマです。ないのはお金だけ。豊かな人生を歩むやもめ。イエスが高く評価された女性と題しまして、まあ、聖書に出てきますイエス様がですね、この女性は誰よりも多く神様に捧げましたよと高く評価されたその女性がいるんです。まあ、その彼女の紹介をしながら、私たちにとって豊かな人生とは、祝福された幸いな生涯とはどういうことであるかということを考えていきたいと思います。おそらくこのテーマを聞かれた方は、最近今年の初めからですね、すごくベストセラーとして話題になっている本の一つに、74歳、ないのはお金だけ、あとは全部揃っているという、ある牧師夫人というか、今現在牧師なさっていらっしゃる三津子という方の、まあ、主義というか、まあ、自助伝と言いましょうか。まあ、それがですね、この、普通、こんなに、このような方が書いてですね、売れるはずがないんですけれど、まあ、今、老後、どのように生活していくか、どのように終末期を迎えるか、ということが、高齢化社会とともに、随分話題となっています。いろんな本が出ていますよね。お一人様とか、まあ、そういう言葉があります。まあ、そのような中で、老後資金はですね、2000万円は必要であるとか、毎月30万円必要であるとか、お金がなくてはならないとか、あるいはこの自己責任ばっかり言われてですね、社会的な責任はどうなんだとか、まあ、そのような生活に関わること、金銭に関わることが、話題に乗る中で、この、まあ、反証のようなですね、非常にこの対極にあるような一人のクリスチャン女性の自助伝が、密かなというか、数万部をですね、この、売り、しかも話題になり続けているという著作なんです。まあ、このタイトルが、やはり、ちょっとこう、ぐっと私たちの心を捉えますよね。ないのはお金だけで、いや、お金がなかったら大事だ、一番大事じゃないかという、一番、それが欲しいんじゃないかという人が多い中で、ないのはお金だけ、あとは全部揃ってると。年金、まあ、月にですね、7万円の暮らし、それは生活できない。でも、蓄えもない。でもですね、こんなに明るい一人老後がありますよという彼女の日常生活を、あるいは考え方を記録した本なんです。このサブ、この見出しの中にですね、今あるお金に感謝して、それで十分と、十分足りる暮らし。月7万円とはもちろん生活できないと思いますけど、少し働きながら、それで十分と。手作りの食事と筋トレで健康、まあ、背筋がですね、ピンと伸びて、健康そのものと、週3回のシルバー人材の仕事、それがですね、この家庭を訪問して、お食事を作ったり、お掃除をしたり、子供を世話したり、ということで、それがですね、すごく感謝されて、喜ばれている。まあ、それも生きがいになっている。71歳からですね、このプール街を始めて、常に新しいものにチャレンジしていく。まあ彼女、あるいはこのもうご主人がですね、数年前にお亡くなりになられたんですけれど、ご夫妻のモットーが、楽しくなければ人生ではないということだったそうです。ですから、いろんな物事をこの楽しんでいく。まあですね、植木のですね、この花がね、こう咲いた。あるいはこう今日はですね、こう晴天でとても気持ちのいい日であるということだけで幸せ感が、あると。まあ、それで、充足した日々を送れていると、
まあ、いうことなんですね。彼女のことをなぜ紹介したかと言いますと、実はですね、今から2000年前、イエス様のご在世の時にもですね、やもめになって、まあ、この三つ子牧師の場合は、4人の娘さんが、近くに結婚して住んでいらっしゃって、毎週同じ、教会に集っていらっしゃるということです。お孫さんも16人いらっしゃって、ただ彼女たちと同居したり、あるいは彼女たちに金銭的な、依存はしないという、まあそのようなモットーで生きていらっしゃるということなんですね。しかし今から2000年前、このイエス様が、ご覧になれた一人のやもめがいるんですけれど、福祉も十分ではない時代に、彼女はどんな生活をしていたのか、なぜイエスが高く評価されたのかということを、考えていきたいんです。最初に聖書の御言葉をお読みいたします。これはエルサレムの神殿、天地を継がれた神様と出会い、神様を崇め讃える場所。まあ、そのところにはですね、献金箱もあったんですね。まあ、そのところでイエス様はこのようにおっしゃったんです。それから、イエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちたちがたくさん投げ入れていた。そこに、一人の貧しいやもめが来て、レプタどうか2枚を投げ入れた。それは1コドラントにあたる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいやもめは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。と、マルコというイエスのお弟子さんが、イエス様のお言葉をこのように紹介してくれたわけですね。で、このレプターどうかと今でもですね、このまあ、この発掘の中で出てきます。当時の貨幣中の最小単位なんですね。で、このレプタドーカーというですね、これ貧相なこういう、硬貨ですけれど、まあ、多分今のお金に換算してですね、まあ、10円となるとちょっとこう、あまりにもちょっと少なすぎるような感覚なので、まあおそらく100円ぐらい。100円前後ですね。ですから100円か200円をこの、まあ、献金箱に投げ入れた。まあみんなをですね、この大金持ちたちは、何万とか何十万とかいうものを捧げる人もあった中で、彼女はですね、このひっそりと、コロンとですね、この二つを投げ入れたわけなんですけれど。ですから、この、人々はですね、この大金持ちがドサーというそのお金を捧げている様子を見て、ああ、さすがだなと。そのように、みんなの注目は、そのような人たちに向いたかもわかりません。けれども、彼女は見るからに貧しそうな、見るからに、献金をですね、捧げれるような、そんな、様子ではない、身分ではない、のにというか、その彼女が、この捧げて、いたわけですね。まあ、この、想像図ですけれども、金持ちたちがこの、まあ、ラッパのような、こういう献金箱に、まあ、約、10人でしたかね、その、神殿の入り口に置いてあって、まあ、みんなそれぞれ自由に捧げるわけなんですけれども、まあ、この、ここでは、ある程度年をいかれた、貧しい山目さんの想像図で、レブタを捧げている、そんな様子。もちろん無礼を晴れるような、そんな金額ではないということなんですけれど、ところが、イエス様はその様子を見ながら、その心をご覧になられ、彼女の生き様をご覧になられて、弟子たちに、彼女こそ豊かな人ですよ、と、その弟子たちに、神の御前に何が価値あるかということを彼女を通して教えられたというシーンですね。まあ仏教の教えの中にもこの貧者の一等という言葉があります。まあ、貧しい人、けれども心のこもった、そのような捧げたものこそが値打ちがあるというのは、まあ、いろんなところでも共通する考えかもわかりません。
私たちの心は、やっぱりですね、外見の見栄えということもすごく魅了されるんですけれど、まあ、それ以上にですね、内面的な美しさということに、特に日本人は、そういうところにこの魅力を感じるという意味では、イエスの教えもとても私たちの心を打つものがあると思います。で、このイエス様がですね、評価された、このことから、どういう点を教えられるか、今日ですね、この三つの、いつもね、三つのポイントでよく語られますが、まあ私もですね、こう三つのポイントで、考えたいんです。第一番目のポイントは、本当に豊かな人とは、どのような人でしょう、と言うんですね。で、まあ本当に豊かな人、まあ私が考えますにはですね、それは、受けるよりも与えるということを知っている人。それを、与える幸いを知っている人。他人の、他者の、自分じゃなくて他者の痛みや悩みを理解できる人。まあ、その人がまず、心豊かな、あるいは豊かな人生を送っている人ではないかなと思うんです。マザー・テレサというノーベル平和賞をもらわれて、あのインドの最も貧しい地域に入っていって、見捨てられた人々を介護し、また、孤児たちを世話すということで、まあ、世界的に知られた方がいました。ある時に、このマザー・テレサに、貧民街のある、ヤマメ、子供たちがですね、この数人いるんですけれども、非常に貧しくて、もう食べるものが全くない。もう、餓死する、もう寸前ではないかという、報告をしてくれたんです。そこで、マザー・テレサは、すぐに、自分たちの施設にあるそのお米をですね、大きな、まあ、ボウルか何か入れて、そして彼女の家に、それを持って行きました。そしてそれをこのどうぞこれをね、遠慮なく受け取って、みんなで食べてくださいと、言った時にですね、その奥さんは本当にありがとうございますと、感謝された後、まあ、子供たちがですね、そばで、あ、嬉しいと、ご飯が食べれると、喜んでいるんですけれど、その子供たちの目の前で、もう一つの器を持ってきて、彼女はお米をですね、この半分分けていくんですね。で、どうするかというと、そのお米を持ってすぐに、その裏の、自分で入る同じようにですね、非常に貧しい、人のところに、それを持って行ったというんですね。マザー・テレサはその様子を見て痛く心に感動を覚えたというか、印象に残ったということを記録されています。自分の生活いっぱいというだけじゃなくて、自分も貧しいけれども他の貧しい人たちのそのこともいつも心に留めていて、自分が与えられたときですね、ああ、もうこれで助かったという自分のことだけじゃなくて、その貧しい人にもすぐに思い馳せて、それを持っていった。まあ、案外、お金を持っていたり、あるいは小銭を貯めている人というよりも、このようなですね、苦しい貧しい人たちの方が助け合うという精神があるように思うとおっしゃっていたのが、とても記憶に残りました。その意味では、このインドのあの女性は、心豊かな人だなと、そのように感じたんですけれど、この今日のヤマメさんもですね、もう本当に生活費の全部ということですから、この2レポタを捧げたら、あと自分の分はないわけですね。けれども、彼女は、この天地を作られた神様に、あるいは、この献金は神殿のこの、維持費とか、あるいはいろいろな、ものを修復するための費用とか、あるいはまあ貧しい人たちのために、この集まったお金をそれを分け与えていく、助けていく、まあ、そういうことのために使われたそうです。まあ、彼女もまあそういうところからもらっていただいたということもあったかもわかりません。でもその彼女は、もう自分はこれはまた明日何かなかった時のためにということで、自分にですね、こう、そのお金に、ね、その、囚われるというか、この、
まあ、せめてこう2レプタですから、まあ、ある人はですね、1レプタだけ捧げてもね、それはすごいことで半分ですから。まあ、お金持ってる人から見たら、まだ高い知れてるということではあったとしてもですね、金持ちがお金が汚いとは限らないんですね。貧しいとかえって、この金銭汚くなる場合もありますし、それに固執するということも、まあまああることですよね。そういう意味では彼女は、そのお金にとらわれないで、あるいは明日どうしようとこうくよくよ考えないで、これが少しでも他の人に役立つようにと願いながら、自分の持っているものを全部こう捧げたという姿勢に、彼女の心の豊かさを感じます。またこの献金ということですから、天地を作られた神様への感謝の心、まあ、2番目にこの豊かなこの人というのは感謝の心というか、まあ、表面的なもうね、感謝でそういうこう頭を下げるということではなくて、満ち足りた心を持っている人。まあ、私もそういう人に憧れて、まあ、最近は毎朝、早朝に散歩してるんですけど、本当にいつも、青空を見ながら感謝し、雲の流れ見ながら感謝し、野の花見ながら本当に感激感謝し、まあそれに感謝するということを覚えながら、一日を喜びと感謝と幸いな気分で送りたいなと、まあそのように心がけているんですけれども、彼女は本当にそのように感謝し、満ち足りた心を持って全てをこう捧げていくという姿勢があったわけなんですね。そして3番目に、その豊かな人というのは、もう人に依存するということじゃなくて、依存心じゃなくて、助けられたことはもちろん感謝します。でも、何かしてもらえないからといって恨んだり、あるいは不満を抱くのは、やっぱり、真の自立している人ではないというか、誰かに依存しているときに、何々してくれない、あれやってくれないということになるわけですよね。しかし、彼女は、貧しくて人々に助けられる、そんな生活、まあ、そうでなければ歩めないようなところもあったと思うんですけれども、それは感謝しながら、でも、精神的には自立していたというか、そのような歩みしていたんじゃないだろうか。その人が本当に豊かかどうかというのは、例えば貧しさであるとか、また病であるとか、あるいはどうしても私たちが迎えなければならない老いであるとか死という、そういう状況に直面したときに、その人がどのような態度を取り、どのような行動をするかによって、その人の内面性が明らかになると思います。九州の福岡に栄光病院という、まあ、ホスピス、まあ、週末のですね、もう現代の医療では、絶対に助からないという方が、まあ、痛みを緩和させられたり、また、様々なこの残りの人生の質をですね、クオリティの高い、最後の日々を過ごせるようにという、そういう施設が、まあ、ホスピス病棟ですよね。そのホスピス病棟を中心に運営されていらっしゃる方に、下稲葉康幸さんというですね、クリスチャンのドクターがいらっしゃいます。まあ今はですね、ホスピスケア医師として名誉会長なさっていらっしゃるんですけど、まあこの集会にも、二度ほどお越しいただいて、講演をしていただいたこともありました。まあ、この方と一緒に働いた人から伺ったんですけれど、まあ、早朝にですね、まず祈りから始められ、そして一人一人の患者さんの診察に見舞われるときですね、膝をかがめて患者さんと同じ目線になりながら、じっくりと時間をかけ、その患者さんたちの悩みや痛みや不満や、あるいは、寂しさや、その本音から出てくる言葉にじっと耳を傾けながら、医療的に、まあ、緩和ケアであるとか、まあ、サポートしながら、同時に精神的にもですね、その心に寄り添って、語りかけられるということで、非常に評判が良いというか、多くの人たちが感謝しながら、この最後を迎えていかれる、
あるいはキリストを信じて、召されていくということがあるそうです。この方のお話を伺っていたときですね、結局、まあ、大会社というか、もう大きな会社の社長で、お金をですね、この何億と、この、持っている。でも、実際入院してですね、この患者の、この、まあ、寝巻きにね、パジャマに着替えれば、もうその、一人の、まあ、一老人ですよね。しかも、癌で痩せ衰えて、死を迎えなければならないというときに、まあ、本当にそこには、お金は、残念ながら役に立たないんです。また、家族も、それまでの関係がありますけれども、なかなかですね、家族もその深い孤独というか、その死に向かわれる、方に、寄り添うのは本当に難しい。つい、この、足が遠のきがちになる。まあ、これまでですね、この自分のこの命令というか、あるいは自分の言葉で人々がどんどんと動き回ったという、その栄光の時代に比べて、もうほとんど訪問する人がないという中で、しかも、刻一刻と死が近づいてくる。まあ、その時にですね、本当にこの、以前だったら考えられないような、もう、まあ、以前のね、成功しているときはもう、油切ったですね、もう自信に溢れて、まあ、しょぼくれてる人見たらね、まあ、根性が足りないじゃんというような、こともあったかもわかりませんけれど、その、何をかもそぎ落とされていく中で、本当にこの、自分の内面というか、人生観というか、それが問われる。その時結局何にもないんだ。ということに、今頃ですね、人生のいろんなやってきたけれどもですね、本当に自分の人生を支えてくれるものというのを自分は持っていたんだろうかということに直面し、愕然とする方々が少なくないそうです。それは、社長されていたり、あるいは大金持ちであられたり、あるいは社会的な地位が高かったり、あるいは、まあ、タレントさんであったり、まあですね、いろんなこの種々雑多な人たちがいらっしゃる、それをそれぞれの、まあ、まさに十人十色の反応を示されていくそうです。まあ、そういう中で耳を傾けながら、これに触れて、本当に価値ある人生、あるいは永遠の人生というのがあるんですよ、ということを、まあ、その患者さんのニーズや要望に応えてお話をなさっていかれるそうですね。というのは、死を迎えるときにやはり永遠のこの命がある、永遠の世界があるということは大きな希望をもたらすものであるからですね。あるいは今自分を支えてくれる方がいらっしゃるんだ。自分というものは、そのような状況になったとしても愛されて見守られてるんだということを知ることができたら、随分と変わってくるんですけれど。私は稲葉先生からお聞きした中で少し驚いたことがあるんですね。それ何かと申しますと、よくね、この患者さんを慰める意味で、一緒にゴスペルというか、若い人向きのですね、わかりやすい歌を一緒に歌われるそうです。その中には、例えば、友よ歌おうというね、その歌手があるんですけど、友よ歌おうというね、そういう歌を一緒に歌って、あるいはこの下稲見先生が歌われてですね、そんな歌を歌って、患者さんの心に届くのかなと思うことがあったんですけど、やっぱり違うそうです。まあ、その中で、豊かな人生の条件という、歌があるんです。まあ、豊かな人生の条件は、まあ、これ以上歌いませんけど、もう古い、もう50年ぐらい前の、まあ、ゴスペルの、なんですけれど、まあ、その歌をね、今でも、患者さんに披露されたり、まあ、一緒に、歌われたりなさっていらっしゃるというんですね。その4番、1番から4番もあるんですけれども、その2番目にですね、知識も名誉も財産も儚いものです。自分の努力や才能も限りがあるでしょう。誠の神を敬い、罪を悔い改め、真心尽くしてキリストに従うこと。これが人生において永遠に残る価値あることですよ、という歌詞なんです。
3番、本気で条件を守るなら、あなたの人生は試練の時でも喜びが溢れてくるでしょう。なぜ？神様がその意味を与え、支えをしてくださるからです。豊かな人生の条件を整えるために、イエスは十字架で苦しみを受けられたのです。人が太陽を直視できないように、人は死を直視できないという哲学者の言葉もあります。この死というものに直面したときに、自分が一人でそこに向かっていかなければならないと思ったとき、そこにですね、あのヤモメならず もっと深い孤独を感じる、あるいは恐れを感じる、あるいは自分の過去の人生を振り返って、やましさや、何か自分がですね、この後悔しない、悔いのない人生を送ってきたのかというと、もうそう言い切れないものがある。でもそのような私たちに、いや、過去がどうであれ、あなたの全ての罪が許されて、神様があなたの人生幸いだったよと、喜び地に天に、私たちの魂のふるさとに迎えてくださる、それが豊かな人生なんだと、その人生が私たちに、与えられるために、イエス様を十字架で死に、三日目によみがえって、ただこのイエスを救い主と信じるだけで罪許され、永遠の命が与えられますという、これが豊かな人生の本当に最低条件というか最高の条件だというわけですね。この歌を一緒に歌いながら、下稲葉先生が、そのご本人と語り合っていくときですね、何百人という人たちが心からイエス様にすがり、人生を委ね、感謝しながら、生涯をこう全うされた、そこには微笑みが、ある、そんな豊かな人生だったというわけですね。まあ、神様の前に価値ある人生を送った人が豊かな人生なんだと言えると思いますね。次、2番目のポイントですけど、ナンバーワンではなくオンリーワンの人生をということで、まあ、これもですね、先ほどちょっと触れましたけど、まあ、もしナンバーワンにの人生をやると、オンリーワンの人生というとですね、このスマップの世界に一つだけの花を思い出すと思うんです。ユダヤのタルムードの中に、私たち一人一人がその人生を終えた後、この天地を作られた神の前に、出て審判を受ける。どんな人生を送ったのか。で、その神様の審判を受けるときの神様がおっしゃる言葉は、お前はどうしてモーセのような人生を送らなかったのか。このモーセというのは偉大な解放者、偉大な功績を挙げた、人類の中でもですね、本当に卓越した人格者であり、また、まあ大人物です。だけれども、その偉大人たちにとってですね、もう理想的な人生を送った人ですけれども、でも神はですね、お前はどうしてモーセのような人生を送らなかったのかとは問われないで、お前は、お前らしい人生を送ったのかと問われる、とタルムードで教えるそうです。なぜなら、私の人生は私しか歩めない。人との比較によって自分の価値が決まるわけではないんですね。神様は私たちの人生をそのように、その人に与えられたタラントというか、賜物というか、与えられた環境や能力、それに応じて、私たち評価されます。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンとね、この歌で大ヒットしたのは、やっぱりそのスマップの人気もあるし、またその歌詞の内容もですね、そういう一つ一つのいろんな花、バラや、あるいはこの、チューリップや、今だったらですね、アジサイとかね、非常に美しく咲いていますが、もうお互いに別に比較しない、それぞれにですね、美しさ、それぞれに特別なですね、形状、美、香りがあるわけです。それと同じように、私たちの人生にはですね、特別な、オンリーワンの人生なんだということなんですね。で、先ほどイエス様はこの大金持ちがですね、こう、まあ、今で言うと例えばその100万円とか500万円とか1000万とかですね、これ捧げたら、お、すごいなと、まあ、実際役に立ちます。
けれども、この、やもめさんがですね、わずか100円、200円のね、それを捧げたからといって、実際的な効果というか、役に立つかという、どれだけ役に立つかという基準で見ると、なるほど、それほど効果はないかもわかりません。けれども、イエス様はですね、彼女は誰よりも多くを捧げました。と、評価したんですね。なぜなら、彼女はそのような、そんな金持ちのような、恵まれた環境や能力や、あるいは家族構成や、あるいは、そういう状況に、恵まれていなかったわけです。ご主人が、亡くなってしまい、また、置かれている生活環境は厳しかったわけですね。でもそれを初めから、もう公平じゃなくて、もうそれぞれの与えられている条件が全然違うわけです。それはそれでいい。その与えられた条件の中でどう使ったか、というわけですね。まあ、100万の人がですね、この99万捧げたら 99% ですけど、あるいは1万円捧げたらね、それはまあ 1% ですよね。で、ニューレプタの人がですね、これ200円の人がね、200円捧げたら 100%。99%、100%、100% の方が、あとね、まあ、これもまた比較になってるかもわかりませんが、まあ、いずれにしても神様は全てのことを総合的に換算する中で、その人がどんな人生を送ったのか、ということを問われ、また判決を下されます。ですから、いや、世の中不公平だとか、いろいろ言いますけど、もしこの世界が死んで終わりなら、間違いなく不公平です。ですから、この死んで終わり、死後の永遠の世界という概念がなくなっていけばいくほど、もう世の中への不満が、もう渦巻くわけですね。でも昔はですね、もっともっとひどい貧富の差はあったかもわかりませんけれど、それほど、その不満が渦巻いているというわけじゃなくて、それで与えられた状況の中で、結構ですね、この満足して、生活、していた。それなぜかというと、人生はこの世界で全てではない。永遠の世界があって、この地上をどう歩んだかを、やがて神様が、審判なさり、そして正当な評価をくださる。その時に本当の人生の進化が明らかになる。この価値観を持っている人は、人と比較する必要がありません。人を羨んだり、そねんだり、妬んだり、やっかんだり、そういう必要がなくて、神様が愛なる方が私に対して私だけのその人生、祝福された人生を送るようにと、導かれた。その与えられた中を歩んでいく。まあ、駅にはですね、必ず生産所というのがありますよね。そういう終点になると生産所というのがありますけど、もしチケットをちゃんと払っていなかった途中で生産所で追加のお金を払わなければなりません。そのように、私たちがこの人生を神様から与えられた命を様々なこの賜物をどう使ったかということをやがて生産されるときに、残念ながら私たちのほとんどは神の前にそれを己の欲望のために、本来の人間としての正しい使い道を、してこれなかった、してこなかった、ということを問われていく。まあ、もっと言えばです、罪を犯し、邪悪の心で生きる、ということが多い。その時ですね、私たちは、神から、あなたは、その与えられたその人生をこんなにも汚して、蹴られたものに使ってしまった、と問われた時、どう、弁明できるでしょう。聖書は、まあ、先ほどの賛美歌じゃないんですけれど、そのためにこの罪許されて、この与えられた、そのたった一回の人生を喜ぶ道に歩んでいくということこそですね、祝福された豊かな人生ですよ、と語っているわけです。三番目の、ポイントですけれど、生を受け生きてきた人が世に残す最高の遺産。まあ私はこの、やもめさんの生き方、そしてイエス様が評価された、そのお言葉を聞きながら、内村鑑三というですね、明治の有名なクリスチャンがいます。今でもその著作は多く読まれ、そして、国語の、まあ、道徳の本やいろんなところでも、かつてよく紹介されたんですけれど、まあこの方の名著に、代表的日本人という本があるんですけど、まあ、その代表的日本人
という内村勘蔵代表的な日本人という著書を、まあ、100本で名著というね、この NHK の番組がありますが、まあ、そのところで取り上げられていたことが、ありました。まあ、その中で、若松英輔という、まあ、東京工大のですね、この教授の方、評論家でもあり、また、随筆家でもあられるそうです。まあ、この方が、それをそこで、まあ、紹介なさっていたんですね。で、まあ、その中で、代表的日本人というのは、この内村勘蔵がですね、5人の、欧米人ですよ。英語で書いたんですね。この欧米人に、日本人の代表的なのはこれが日本人だと、紹介した人物たちに、まあ、第1番目は西郷隆盛です。2番目は上杉鷹山。それ3番目は二宮尊徳。4番目は中江藤寿。そして5番目は日蓮。というですね。この5人を、この、紹介しながら、まあ、日本人の価値観、日本人の生き様というのはこういうものが、代表的な日本人だということで、まあ、それが後に日本語に翻訳されて、これまた、当時ベストセラーになりました。まあ、私も何回か読ませていただいて、すごく、まあ、感動します。まあ、この人物たちは今でも私たち日本人がやはり、尊敬しているところがあると思いますね。例えばこの二宮尊徳、まあ、昔二宮金次郎ですね、彼はですね、この子供時代にお父さんが亡くなり、そして続いて2年後にお母さんが亡くなられて、で自分の弟妹たちを抱えてですね、この親類に預けられていくわけです。非常に貧しい、自分たちの電池も全部、まあ、貧しさの中で亡くなってしまうわけですね。で、おじさんの家でですね、この彼が手伝いをしながら、でも勉強したいということで、夜に、灯火を掲げて、その本を読んでいますと、その油ね、それはわしの、この、金から出たものだろうと。だからその油をつかむな、ということで、また、ある時読んでいるとですね、お前の時間もね、これはわしの時間だ、ということで、彼は、山に行ってね、薪を、その、運ぶ途中にですね、歩きながら本を読んだということで、まあ、有名な、まあ、二宮金次郎が、背中に薪を、おぶりながら、まあ、本を読んでいるという、そういう銅像がね、昔は、全国にありました。まあ、そういうこの二宮金次郎のこの、勤勉さ、そして、与えられた環境の中で精一杯生きていく、この生き様。この彼はですね、その実際、この農業のノウハウの中で、様々なこの、勉強していく中で、多くの村がですね、飢饉で、もう瀕しているとき、ある藩のですね、もう財政がもう大赤字で、年貢をみんな納められないというようなときに壊れて、彼は人生をかけて、そういう村々をですね、救済していくわけですね。江戸の末期に、そういう危機が広がる中で、彼が行くところでですね、本当に人々の心が変えられて、多くの村が助けられたというわけです。でも、こう、助けられたといっても、もうせいぜいですね、30、40ぐらいの村、まあそれだけのすごいことではあるんですけれど、しかし、その村を助けた以上に、彼自身のその生き様、それが最大のこの日本人全体に大きな祝福となったんだというわけですね。で、その彼の最大の生き様ということをですね、それをもっと詳しく書かれた本に、後世への最大遺物という内村勘蔵33歳の時に箱根のですね、これ保養所のところで若い青年たちを前にですね、講演した、その講演録が本の講演録なんです。まあ、そのところでですね、彼は、まあ、三葉という人のですね、この漢文読んで、13歳にして彼はですね、この、後世に自分の名を残すような、その偉大な事業を、それをね、達成して人生を終えたい。という。まあ、そういうですね、この、青雲の志というか。その本を読んだとき、内村勘蔵まで痛く感動してね。まだクリスチャンになる前、彼はですね、自分はそのような人生を送りたいと言って、まあ、父親に言ったらですね、お前はですね、なかなか、見込みのあるものだと言って、痛く喜ばれた。ところが、この、紆余曲折を経て、自分がやがてクリスチャンとなってね、そういうこの、自分の名誉とか、
自分のですね、出すとか、そんなことを考えるという、さましい、そんな人生はダメだということで、製品の歩みというかね、この、神の前に清く、正しく歩むことはいいんだという、まあそういう教えで、まあ確かにそうなんだなということで歩むんだけど、いつの間にか自分がですね、ちっぽけなね、そういう良い意味での、こう、聖なる野心というか、というのを失ってしまった、ということが出だしで、で、彼はですね、この、四つ挙げていくんですね。第一番目、この後世にね、せっかく私たちこの人生生まれてきてね、この美しい景色や、また多くのこの世の中で、自分自身も恩恵を受けたものとして、まあ、せめて何かを残してね、自分で生きてきた証というか何かを残して去っていきたいじゃないですかと。まあ、その時にですね、まず第一に挙げれるのはね、お金だと。で、このお金だというとですね、また宣教師に置かれそうですけど、と言いながら、彼は、でも実際、アメリカ行くとですね、本当に巨大な、この大きな大きな、この孤児院があってね、その貧しい子供たちがそこで、生活を支えられ、あるいは学問を身につけながら、社会に役立つ、そういう生活をしていく、それは、ある、この特殊家がですね、自分の、この貯めたお金で、それを寄付することで、その孤児院が建てられたんだと。あるところは都市もう相談だと。お金というのはですね、使いようによってはすごく有益だということですね。けれども、こう誰もがですね、この、そのような巨万の富をね、蓄えたけれども才能があるわけではない。じゃあそれがお金食べれない人はどうしたらいいのか。次は事業だというんですね。まあ土木事業がその、まず代表的なものだということで、まあ、そのちょうど箱根でですね、非常にこの広い、この、潤った、田畑があったんですけど、その田畑は実は、昔は、本当荒れ地だったんです。ところが、その村にいる二人の兄弟がね、自分たちは貧しいけれども、この小さな山の向こうにですね、こう泉があって、その泉の、その水を持ってきたらですね、村を潤うんじゃないかということで、二人してね、上と下ととえ、本当に何十年かけて、コツコツコツと、その水道をね、その山を削って、ついには、小さなトンネルを作って、その、湖の水をですね、その荒れ地に、導入することによって、本当にですね、たくさんの人々が養われる豊かな農地になった。まあ、そういう例を挙げながら、この事業をするということは、本当に大きな大きな祝福をこの社会にもたらすものなんだと。事業家というのはですね、使いようによって非常に価値あるものなんだ。でもですね、誰もが事業家になれるわけではない。という意味で、このお金も儲けられない、事業もできない人の中には、思想というかね、この筆で世に問うということもありますよと。まあ、イギリスのジョン・ロックというね、非常に貧しい、この封鎖にながらない男が、一つの本を書いたときですね、その本は、フランスで、この非常に、話題となり、やがてそれが、まあ、フランス革命を、この、起こしていった。ということで、一つの思想が、この社会を変える、国を変える、歴史を変えるということがあり得るんだ。しかしですね、この、これらが、確かに大きな大きな影響を与えることができるけど、後世への最大の異物と言えるかどうかというと、私はそうじゃないというわけです。なぜそうではないかというと、誰もが、それをできるわけではないからだというんですね。やっぱり、お金のためのやっぱ才能、事業できる人というのはですね、やっぱり能力が、その天部の才能というか、そういう能力が、あれ与えられた、この恵まれた環境が、揃えられなければですね、できないんじゃないかと。思想にしてもそうです。全員がね、この思想家になったらね、神谷さんも喜ぶか分からんけど、社会は成り立たないというですね、これジョークを交えながら、から言うんですね。で、誰もがその倒されるわけでもないということだけではなくって、同時にですね、この、良いことだけがもたらされるかというと、お金のために、結局先生帰って不幸になるということも往々にしてあるし、事業をすることによって、まあこう、今だったら公害じゃないんですけど、そのことが、こう一時的に良いと思われていてもですね、この災いをもたらすということもあるし、また、この思想といってもですね、その思想によって、かえって人生をですね、この、損なわれてしまう。まあ、共産主義思想にしてもですね、男女病、
人類平等という思想はいいかもわかりませんけど、実際歴史でこれが与えた影響というのはですね、本当に悲惨な血だらけのそのような世界を生んできたというものがあります。じゃあですね、こう万人が誰もが、残すことができ、そして決して、害にならないもの、それは何かというと、それは一人一人の高尚な、生涯だと言うんです。で、この100分で名著の中で若松英輔さんはですね、この代表的日本人でなぜこの、西郷隆盛とか二宮金次郎とかこの5人を挙げたかというと、彼らの生き様、いろんな思想、いろんなこのジャンルで活躍していますよ。でも何よりも彼らの生き様が大きなですね、この日本人に感化を与え、また祝福を与えてきたんだ、そう一貫している。それは、後世の最大の遺物ところで、内村勘蔵が展開している論理で、そこには市場の貧しいヤモメや、あるいは名もない、普通の奥さん、そういう方々でも、そういう方々のその真摯な生き方が子供たちに、あるいはその地域の人たちに、ひいてはですね、こう社会に影響を与えていって、国を、社会を良くしていくんではないだろうか、というわけですね。それは誰もが与えられて行うことができるものなんだ。で、その時若松氏はですね、この時、この内村勘蔵のこの意識の中にあったのは、自分のこの妻ですね、この佳代子さんですね、という自分の妻のことが念頭になったんじゃないかというんです。それは内村勘蔵が欧米からヨーロッパかアメリカから帰って、そして一高の教授として先生として奨励されますけど、ところがですね、この教育長が出された時に、そのご親衛に拝礼しなかったということで、内村勘蔵不敬事件というですね、一高の生徒だけじゃなくて全国津々浦々からですね、内村勘蔵けしからんということで大非難を受け、まあある一高の生徒はですね、内村勘蔵家にね行ってドアを蹴破ってね、そこで証言をですね、このふっかけるという、まあ本当に毎日ですね、本当に罵声を浴びせられて、火の浴びせられて、またちょうどその時内村勘蔵はインフルエンザにかかって高熱でうなされて、まあ、対応もできないんですね。その中でこのただ一人、この加部さんは、その生徒たちに対応しながら、あの避難に対応しながら、もう本当に痩せた身で、界隈その若い身で、この日本全国の避難をね、一心伸びながら内村を守ろうとしてこう対応していくんですね。その対応2ヶ月、彼女は、また、彼女もですね、この、病を得て、急死するんです。まあ、内村勘蔵にとって人生ですね、最も苦しい時であったんですけれども、しかし、その時のですね、まあ、彼の本当にこの、日本中を敵に回し、愛する妻の死をですね、この、経験しなければならなかった、本当に傷だらけとなった内村なんですけど、しかし彼のね、この生涯の中で、自分の妻が自分のために本当にこの神にあって、身を挺して生きてくれたという生き方は、もう彼の一生をですね、大きな原動力になる、慰めになる、勇気づけられる、信仰を強められる、その第一線になったんですね。今日のこの山根さんは彼女の言葉も記録されていませんし、また、彼女の恋というのは、この一瞬の部分だけを切り取られていました。けれども、まあ、彼女の中にですね、やっぱりやもめですから、飢えとか、貧しさとか、あるいはこの思い煩うとか、そういういろんなものがね、あったと思いますよね。でも、それらの全てものを葛藤を経て、その中で感謝することを覚え、神様に本当に愛されていることを覚え、誰が見てるとか見てないんじゃなくて、神の前に清らかな感謝のその人生を持って捧げていく。本当にあなたはなんと素晴らしい方でしょうという生き方は、最高の価値ある富める生き方だとイエス様はおっしゃったわけですね。本日のこのテーマ、
ないのはお金だけ。もちろんお金っていいかもわかりませんよね。でも、豊かな人生を歩むためにですね、ぜひ、この神の前に生きる人生、自分たちがどれほど愛されているかを気づく人生、そして罪許されて永遠の世界があるということを知って生きていく人生、これ最高にね、豊かな人生と思います。ぜひ、YouTube をご覧の皆さんもこの祝福された人生に入ってくださいますように、イエス様を信じて、この人生をおいでにして感謝のうちにね、これね、信じたらね、お金捧げなさい、全然そんなことないんです。いりません。神様、宇宙を作られた方ですから、そんな皆さんのね、お金財産でいりません。ただ皆さんが本当に心から感謝してイエス様を信じて罪を許されること、そして天国に神の子供として入ってくることを神は願っていらっしゃいます。ぜひ、その幸いな、歩みの中に入ってくださることをお勧めして終わりたいと思います。